お伺いしたいと思います。はい、少しお時間ください。一つはですね、選挙戦に入りまして、はい、代表は TPP の問題ですとか、うん、あるいは雇用の問題ですとか、安倍政権の危なさ、危うさ、あるいは政治の責任ということにつきまして、かなり具体的に、分かりやすく、はい、有権者の方々にお話しなさっていると思います。全国を回りになられまして、反応はいかがでございますでしょうか。はい、私が、お話しし、お会いした方々は今お話にあったようにね、よく分かってくれていると思います、ですからその意味で、理解は進んできていると思ってるんですけど、ただこの我々の方の受け皿が、バラバラなもんですから、大変国民皆様には申し訳ないと思ってますけれども、まあ、この選挙戦はお互い独自で戦わざるを得ないんですけれども、いずれにしてもこれを一つの契機として次の政権交代を本当に国民のための政権を作るべくみんなで努力していきたいと思います。今日はそれに加え議会制民主主義の危機についても相当力強く訴えていらっしゃったんですけども、明日からまた広島、全国会議が始まると思うんですけども、どういうことを主体に皆さんに訴えかけていくんでしょうか。私はやはりね、安倍政権の政治運営の考え方、姿勢、これが非常にね、国民サイドではなくて、世の中の強い側に立った、あるいは大企業の側に立った企業論理ですね、強者の論理、企業論理、その政権運営が我々としては、絶対認めるわけにはいかない、それではもはや政治ではないと、強い者が勝ち残りゃいいんだというような論理は絶対認めるわけにいかないので、何としてもこの選挙でね、少しでも我々の準備が不十分ですけど、少しでも多くの皆さんのご理解をいただきたいと、そう思っております。最後の質問です。多くの市民が今40万枚以上のビラをポスティングしたり、はい、あるいは駅頭で配ったり、それだけじゃなくて各候補者の街宣につき一緒になったり、あるいは選挙事務所に入って印紙を貼るなど、たくさんの汗をかいてます、はい、でこれはひとえに民主主義の危機という一点でみんなが頑張ってると思うんですけども、その市民に向けてぜひ一言お願いします、はいはい、本当に心から本当に感謝しております。またそれと同時に、今お話のようにこのまんまの安倍政権、自民党政権を続けていったら、もはや日本に民主主義はありえなくなってしまいます。議会制民主主義の私は危機だと思います。そういう意味でぜひ私どもを支援していただくというお気持ちと同時に、日本の国民みんなのために、そして日本の将来のために頑張るという気持ちでもって、ぜひ今後とも最後までご努力をお願いいたしたいと思います。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。